さんエンジンデザインしますよ。ありがとうございます。たくさんの、ね、お客さん来てくださって、そうですね、もう本当に、ね、大変だ言うてる時期に、ね、そうですよ、もう本当に、天気も悪いしね、もうありがとうございます、本当にね、お久しぶりですかね、皆さんね、もうどうですかね、みたいな感じな、あんまり出歩かないですもんね、もうちょっとね、まあまあね、そらね、いや、うんうん言うてくれはったんでね、ちょっとね、はい、それやったらじゃあ行きましょうかね、行きますよ、はい、中小企業どうしたんや、お前言うてはったんでね、はい、お久しぶりやね、そうですよ、言うてはったよ、行きましょうか、何よ、はい、中小企業どうしたらいいか分からへん、ね、僕らのカウカウと言います、カウカウと言います、もう早いもんで、2人とも今年で47歳になるんですけど、まあそうなんですよ、見えな誰も言ってへんから、だからじゃないんですよ、ありがとうございます、まあこの年になりますと、はい、まあ、これから大人の行動を取っていかないといけないなと思うんですけどもね、まあ確かにそうです、まあこういうご時世ですから、はい、まあ、節約なんかやっていかないとダメですけどね、まあ、やっていかないといけないですね、こう見えて結婚しておりましてね、小学校4年生になるね娘がいるんですけどもね、はい、まあ、今もね当然可愛いですよ、うん、今も当然可愛いですけど、やっぱりね3歳4歳の頃がね一番可愛かったなと思うんですよ ね、 なるほどね、まあ、その頃はね、はい、毎日奥さんと娘と僕で川の字になって寝てたんですよ、仲いいでしょ言うてもね、ってことは、うん、竹地さんが、こうやって寝て、俺がで奥さんがこうやって寝て、奥さんがで娘さんがこの辺にいるんですか、うん、あの水が流れてる方の川の字になって寝てて、え、トイレの電球が切れてるんですけど替えはありますか、そうか買い替えの忘れてたな、これな、じゃあ私買ってきましょうか、かまへんか、はい、あついでに食器の洗剤も切れてたんで一緒に買ってきましょう、助かるわ、ほなお金渡しとくね、じゃあこれねお願いします、はい、行きます、あ、安ちゃん、はい、あのお釣り取っといてね、いやもうそのつもりでした、うん、そのつもりやった、年がちょっと7個離れてるコンビでございましてね、コンビとしてはね珍しいんですよ、7個も年が離れてるっていうのはね、やっぱり7個も離れてますんでね、はい、いろいろ違いなんかもありますけどもね、そうなんですよ、高橋さんやっぱゆとり教育なんていうのちょっとかじってますからね、知ってますかねゆとり教育って、あの授業の内容ねちょっと簡単だった時期だったんですよ、そうらしいんですよね、例えば、あの、うん、数学の演習率であの 3.14 だったらありましたね、それがゆとり教育だとね、およそ3で計算してってね、ギュッてやっぱしちゃったね、計算が楽な時期があったんですけど、いいじゃないですか高橋さんね、斉藤さん 3.14 世代でしょ、私ちょっと違いましてね、あ、何だったっす、私思い切って読んで計算をさせてもらった、そんな時代があったんですか、雑誌とか、はいすいません、いらっしゃいませそれぐらい来ないと中でもそれは気持ちいいわ、うん、こちらのお弁当温めますね、勝手に温めましたよちょっと一回止めます、ごめんなさい、あの一応さ温めますかって聞いてもらっていいですか、すいませんが、えじゃなくて温めますかって一応聞いてもらってもいいですか、え温めるか、何が難しいねお前、全身をぶつけるような漫才です、ね、そうです、はい、もう子供の頃からずっとこんな感じです、ね、僕はずっとこの感じです、はい、いいキャラクターしてる、ありがとうございますフジサキマーケットと言いましてね、はいはい、ラララライ体操というね、はい、体操をしてましたもんね、昔ね、何年前ですか、あれは、あれはもう14年ぐらい前ですね、14年です、うわみたいな、そんな前、皆さんのうわみたいな ねリアクション、ありがとうございます、マスクからうっすら聞こえてくる、うわ、ね、ありがとうございます、僕らもあの今年で35歳になりまして、あ、 ありがとうございます、うん、でも私は誰も何も言うてはらへんや、何が聞こえたお前は、見えないという幻聴が聞こえた、怖いのよ、いやそやけど、まあ、この年になりましたらね、まあね、中学校の頃とか懐かしいなと思いますね、中学校、中学校の頃なんか思春期とかね、思春期ね、もうあの反抗期っていうんですか、うん、おかんにね偉そうに言ってましたね僕もね、うん、しばくぞババー言うてね、うん、
どうもこんにちは、天才です。ありがとうございます。いやもうね、キモモで、ね、すごいですね、もう大盛り上がりで、大盛り上がりですね、嬉しいですね。なんか今日盛り上がり方がね、いつもに比べてすごい盛り上がり、あじゃじゃ言うて、ありがとうございます。声援と捉えます、ありがとうございます、ね、いや嬉しいです。なんかもうね、いつもに比べてもなんかね、こうの熱気が、熱気がありますね、ありがとうございます。いやもうほんとね、出てきてからね、なんか鳴りやみませんね、なんか、いや鳴りやんでますよ、ビタッと。もうそうでした、すいません、こんな頭のやつ出てまいりまして。いやいやもうね、僕のことはいいんですよ、そんなことよりね、もうお客様がね、もうすごいことになってましてね、ありがたいな、本当にあの、特徴的な方々がね、多数集まりになりまして、ね、そんな特徴的な方々おられませんけれどもね、ずらっとおられまして、もちろんもどんどん、サイドの方もね、ありがとうございます。お揃いも揃ってね、揃いも揃って、何が言いたいか分かりませんけれどもね、みんな生えすぎちゃう。じゃあお前が抜けすぎなんや、ほんすごいお囃子になられて、もうね、何ですかお囃子になられて、目立ってますよ、目立ってますよ、あなたが、皆さん普通あなたがおかしいです。広がりでございます、はいはい、また着物着まして和風のコンビでございまして、はい、着てますね、覚えて帰っていただきたいんですけども、はい、さようでございます。鼓持った方が南條と申しましてね、私が三島と申しまして、三島、三島の方がですね、特技がございまして、特技、何でもかんでもこうカタカナの言葉を言っていただければ、はあ、即座にこう和風にしてカタカナは返すというような特技なんですけどもね。なるほど、まあ、例えばハンバーガーなら、ハンバーガー、ハンバーガーあるでしょ、ハンバーガー、ね、ハンバーガーなら和風で言うと、はいはい、肉バサミドラ焼き、肉バサミドラ焼き、髪の毛ちょっと青くとかしてた、えいやいや、若作りしましたよ、ねえ、モデルとかなったらいいんじゃないモデルさんかっこいいよね、やっぱ憧れる職業ですよ、ね、モデルさん。でもせっかくこんないっぱいお客さんいますからね、ありがとうございます。 HG コレクション HGC やってみようよ、 HGC HGC、 はい、お呼びでしょうか。お呼びでしょうかじゃないです。どうかされましたか。あんた上司か。あ、マントの清水と申します。どうかされました。どうかされましたじゃないんです、はいはい、あんたのとこどういう教育してんの、中井さんに。え接客が変な感じだし、僕のね、この大切なカメラのレンズをベタベタ触るんですよ。そんな失礼なこと本当申し訳ございません。あのちょっと彼女ね、新人でございまして。新人だからって度が過ぎるでしょうか、はい、いやまあおっしゃる通りでございます。後できつく注意しておきますので。何ボート立ってるのか謝ってちょうだい。分かりました。本当にあのお客様のカメラのレンズをベタベタ触ってしまい、指紋がついてしまい、せっかくのパンチラが取れなくて、パンチラじゃねえっつってんだよ。